エピソードを選びましょう。また妙な大会に巻き込まれてしまったな。参加するべきかどうか迷うところだが。そうだね、みやび、全く馬鹿げた話だよ、水鉄砲で打ち合いだなんて。まあそんなことをしたら服がびしょ濡れのスケスケになってしまうしな。あ、みやび、これは妙な大会なんかじゃない、最高に素晴らしい大会だよ。僕はこの大会に全身全霊を込めて参加するよ。やれやれ、エロデコの妄想がまた始まったわ。エロデコ？それは一体誰のことだ？他に誰がいるっていうの？エロさでギラギラ輝いてるわよ、そのおでこが。なんだと？イムちゃん待って、怒ったんだったらリョウマちゃんをぶって、罵りながらぶって、恥ずかしめながらぶって、さあカモン。えい、リョウナちゃんをつねってくれたの？お姉ちゃんを困らせたら目です。おお、紫、さすが僕の妹、ありがとう、助かった。えへへ、紫ちゃん可愛くて優しいんだね。しかもつねり方も上手だし、リョウナちゃん、紫ちゃんみたいな妹が欲しいかも。はあ、な、何よ、劉備が妹じゃ不満だって言うの？こんなバカ犬、ちょっとこっち来なさい、紫よりもうまくつねってあげるから。キャーン、やってやって。みんなおふざけはそれまでだ、予選1回戦が始まるみたいだぞ。って結局参加することになるのか。行くぞ。みやび、悪の誇りを舞い掲げよう。4321 PBS いつの間にか試合が始まった。お前たちが騒がしく遊んでいたからだ。ごめんよ、みやび。でも参加するなら目指せ優勝だよね。リョウナちゃん、絶対欲しいものがあるんだ。拷問器具とかでしょうか、自分用に。邪魔するぞ、しもじものものよ。って、それじゃ拷問キングだっつうの。今のダジャレは分かりにくいよ。100点満点で3点くらいかな。リョウナ、この試合終わったら劉備が拷問してあげるわ。キャーン、やってやって。出てきて。やっ、もっとサービスカット。まずは一勝、さすがみやびだ、完璧な式だったよ。だといいんだがな。何かお悩み事？蛇女は個性派揃いだ、それだけにどうやったらみんなを引っ張っていけるのか、私だって悩むことだってある。それは大丈夫だよ、みやび、今の試合すごく盛り上がっただろう。そうだな、確かに熱くなった。うんうん、やってみると意外に熱くなるものだよ。
みやびの濡れ濡れ水着で興奮マックスさ。いやそうではなくてだな。私が言いたいのは、これはこれで忍びの修行になるかもしれないと。だよね。僕が考えてたのも同じことさ。そんなの当たり前じゃないか。ふーん、濡れ濡れ水着で興奮マックスって言ってたけど、それの何がおかしい。僕が言ったのは水着じゃなくて、ほらあれだよ、水遁の術、濡れ濡れ水遁で興奮マックス。何もおかしなことはないだろなあ、みやび。そうだな。そういうことにしておくか。濡れ濡れ水着で興奮マックス。お姉ちゃん、濡れ濡れ水着だよ。興奮マックスになった。バカなことを言うな。妹の濡れ濡れ水着で興奮したらさすがに変態だろ。じゃあやっぱりみやびの濡れ濡れ水着では興奮してたんじゃない。それは。いかんせん緊張感に欠けるようだな。しかし計画のためにはどうしても PBS が必要なのだ、ミスター K よ。状況は見ての通りだ。早急に手を打て。かしこまりました。忍びたちよ、戦うのだ、真の楽園のために。至極当然の結果だ。みんな、いいか。参加するからには優勝あるのみ。蛇女の誇りにかけて、他の学校に負けることは許されないぞ。ねえねえ、イムちゃんは優勝したら何をもらうの？え？それは秘密だ。何よ、秘密なんて言われると気になるじゃない。教えなさいよ、今すぐに。やだね、誰が教えるもんか。教えないなら当てるまでよ。イムの欲しいもの、欲しいもの、わかった。おでこ隠しね。なんだよそれ。別に僕はおでこを隠したくはない。隠してよ、眩しいのよ。そのおでこ、エロさでギラギラ輝いて。僕のおでこは輝いてない。ふん。あ、みやびの水着が破れてる。何？ほら光ってる。エロいこと考えてるからよ。ああ、これは違う。違うんだ。そろそろ予選の2回戦が始まるぞ。頼むから集中してくれ。もちろんだよ、みやび。試合中にみやびの水着が本当に破れても大丈夫。みやびのポロリは僕が守る。なんかだんだんバカバカしくなってきたわ。さ、会場に行きましょう。あ、そうだな。それじゃベベタンはここで待っていてね。水に濡れちゃうから。おう、気をつけて行ってきな。みんなの足を引っ張るんじゃねえぞ。うん、大丈夫。さ、みんなの後を追いかけないと。ヘイ、そこのデカ盛りガール。私のことですか？イエース、デカ盛り大盛りおっぱいもりもり、みんな揃ってカチンコチン。何の用でしょうか？私急いでいるんですけど。ユーの仲間のデコフラッシュガールがこんなメモを落としていったんだ。渡しておいてくれ。メモ？確かに渡したからな。それじゃあとは頼むぞ、デカ盛りガール。
このメモ、何が書いてあるんだろう。メガネとかではないか。だとしたら夢がないわね。ま、イムってそもそもつまらない女だしね。料理、お前のダジャレの方がつまらないよ。あ、それは言えてるかも。言えていないわよ。って、それじゃあ雪男じゃない。どうよ。どうよって笑うべきなのか、私たちは。こんな敵、楽勝よ。リョウビちゃん、物足りないならリョウナおぶって。お断りだ、バカ犬。紫、いいところにいた。料理を知らないか。見てないけど。あいつあちこちで僕のことをデコフラッシュガールって言いふらしてるみたいなんだ。絶対に許せない。僕のおでこはエロいことなんかでは輝かないっていうのに。あ、言っちゃった。このメモ渡そうと思ったのに。これ何が書いてあるんだろう。ただのメモだし、ちょっとだけなら見てもいいよね。マイドンブリ、無難すぎか。かわいいぬいぐるみ、恥ずかしがりそう。フリフリのついた洋服、何が何でも着せたい。みやびは一体何が欲しいのかな。これお姉ちゃんがみやびさんの欲しいものを考えてメモしたんだ。みやびさん、いいな。お姉ちゃんにたくさん思ってもらえてて、私とみやびさんならお姉ちゃんはどっちが大事なのかな。紫、急にどうしたんだよ。何を怒ってるんだ。私がなんで怒ってるのかお姉ちゃんはわからないんだね。僕が紫に何かしたというのか。なんだろう。ごめん、本当に心当たりがないんだけど。じゃあ
もういい。私のことは放っておいて。紫。紫、どうしたんだ。何か思っていることがあるのなら、それをちゃんとイムに伝えるんだ。みやびさんは黙っててください。え、ごめんなさい。私つい3回戦が始まるみたいです。私先に行きますね。紫、一体どうしたんだよ。紫、待て。ちゃんと話をしないか。イム、少し紫を一人にさせてやれ。自分の言葉でちゃんと説明するためには気持ちを整理する時間も必要だ。そっか、分かったよ、みやび。紫、話したいことがあったらいつでも声をかけてくれ。私でよければいつでも話を聞こう。おい紫。大人だな、みやびさんは。それに比べて私はね、ベベタン。いいじゃねえか、紫は紫で。変に賢くなっちまうよりも素直に感情を出していこうぜ。溜め込んでも腐ってく一方だ。気に入らねえもんは気に入らねえ、そう叫ばないと何も変わらねえよ。そうなのかな。かしこまりました。はい、くん、作戦の方は。いえ、とんでもありません。この匂いは。はい、順調です。忍びたちのエネルギーが蓄積しだしました。あの人は誰かと電話で話してるみたいだけど。このまま決勝戦まで進めば
目的は達成することができるはずです。目的を達成、何のことなの？料理には簡単すぎる任務だったよね。ただいま。みんな、あのね、さっき向こうで、紫、よかった、間に合ったか。とんでもない強敵が私たちに勝負を挑んできたぞ。え、久しぶりだな、お前たち。鈴音先生、ミス R の格好はもうやめたんですか？何の話だ。ミス R なんて聞いたことがないぞ。ずっとこんな感じなのよ。どれだけ聞いてもごまかすの。ごまかしてなどいないぞ私は。ただまあ、その話でこれ以上突っ込んでほしくないのは事実だが。わかりました。ミス R は鈴音先生ではない。この話はこれで終わりにしたいと思います。助かるぞ、みやび。でも、私たちと勝負って、鈴音先生も P1 グランプリの参加者なんですか？いや、そうではない。だから、お前たちを倒して参加権をもらい受けるつもりだ。どうして、そんな。私は優勝する。たとえどんな手を使ってもな。そっか、わかっちゃった。鈴音先生も優勝して何か欲しいものがあるんだね。それ以上はノーコメントだ。さあ始めるぞ。どうしよう、さっきの話を言いそびれちゃったけど、でももう試合だし、後で話せばいいよね。暇はない。一気に叩くぞ。紫、さっき何か言いかけてなかったか？うん、でも今はいい。そうだな。たとえ教え子でも手加減しないぞ。並々ならぬ覚悟を感じる。何がそこまで。まだ死ねんのだ私は。
先生、ありがとうございます。あなたの教えでここまで強くなれました。優勝したかったのに、お肌の張りが9歳若返る薬が欲しかったのに。キリア先生に昔のピチピチな頃の私をもう一度見せたかったのに。9歳若返るとか妙に具体的なのが涙を誘うわね。いいじゃないか、先生はいくつになっても乙女なんだ。私としたことが取り乱してしまった。今のは見なかったことにしてくれ。はい、わかりました。鈴音先生、 PBS には何か別の目的があるんですか？何？紫、何を言い出すんだ？ミスター K って人が誰かと話しているのを聞いたんです。鈴音先生ならその意味がわかるんじゃないですか？鈴音先生、どういうことなんですか？今はお前たちの質問には答えられない。しかし PBS を最後までやり通せば、おのずと真実ははっきりするだろう。さあ、次の試合の準備を進めるがいい。はい、わかりました。みやび、お前はちょっと待て。はい、何でしょう？一つ聞きたいことがある。聞きたいことですか？今のチームの状況をリーダーとしてどう考える？それ以上は言わずともわかるはずだ。どのようにチームをまとめるか、やり方は人それぞれだ。お前なりのまとめ方を期待しているぞ。私からの話はそれだけだ。はい、わかりました。期待に応えられるよう頑張ります。私なりのまとめ方か。紫、ミスター K とはどこで会ったんだ？あるものを渡されたの。誰かの落とし物。落とし物？心当たりない？え？僕が落とし物？ちょっと待って。財布はあるぞ。スマホもあるし。いや、僕は何にも落としていないぞ。そう、しらばっくれるんだ。あんな大事なものを落としておいて。何なんだよ、そこまで言うなら何を落としたのか教えてくれよ。やだ。やだって、なんだか変だぞお前。いいじゃない、別に。紫、いい加減にしろよ。どうして僕の気持ちを逆なでるような言い方をするんだ。人の気持ちを逆なでてるのはお姉ちゃんの方だよ。なんだって？何か考え事？いや、何でもない。イムと紫の喧嘩のことを気にしてるんでしょ？確かに二人があんな状態じゃこの大会で優勝するのは無理ね。みやびはリーダーなんだからさ、黙って見ていないで何か手を打ったら？待て、ここはリョーナちゃんにお任せを。トラブル解決のいい方法があるんだな。
れが。はあ？あんたみたいなバカ犬に何ができるってのよ。てへー、リョーナちゃんに任せて、ワンワン。ちょっとあんた何をする気なの？リョーナ、火、後ろで火が燃え上がってるわよ。トラブルを解決するにはね、もっと大きなトラブルを起こすしかないと思うの。姉妹喧嘩なんて霞んじゃうくらいの。バカ、だからって会場に火をつけるやつがいるか。ほら見なさいよ、船が右に大きく曲がってるわ。ってそれはおかじいっぱい、こっちはおかじやっばい。ってね、どうよ。ダジャレを決めて勝ち誇ってる場合か。直ちに消火活動だ。言ってる場合か。このままじゃみんな丸焦げだぞ。消えちゃった。残念だな。
なんとか収まったな。みんなごめん、うちのバカ犬はちゃんとしつけておくから。キョンキョン、お仕置き大好き。今すぐやってやって。そんなにお仕置きがお望みならバカ犬の丸焼きにしてやるわ。わおーん。外はこんがり、中はジューシーでお願いね。みやび、少し肌が赤くなってるよ。ほら、すぐに冷まさないと。私なら大丈夫だ。それよりも紫は大丈夫か？そうだ、紫、やけどとかしてないか？私は2番目。おい、紫ってば。怪我がないならいいんだけどさ。なんだよあいつ。そう言うな。紫はただお前にもっと見てほしいだけだ。僕が紫を見てないっていうの？そんなわけないよ。あいつはたった一人の妹なんだし、大事に決まってるよ。そうだな。お前が紫を大事に思っていることは知っている。しかし、その思いが紫に伝わっていなければ、気持ちはすれ違うことになる。うん。思いはちゃんと言葉にしないと伝わらない。黙っていても分かってもらえるというのは、相手への甘えだ。分かったよ、みやび。ちゃんと紫と話してみるよ。それがいい。私、なんであんな態度を。お姉ちゃん、怒っちゃったかな。どうしよう、ベベタン。やっちまったもんは仕方ねえ。今さらどうしようもねえよ。それにあんな態度もお前の本心の一部だ。ありのまま湧いた感情を受け入れろよ。じゃなきゃイムだって気づきやしねえ。そうなのかな。私とお姉ちゃんの関係、遠くなっちゃってないかな。忍びとしてはそれでいいのだ。誰ですか？慣れ合いを続けていては強くはなれん。孤立や対立を恐れぬ者こそが力を手に入れることができる。どこにいるんですか？姿を見せてください。紫、お前のことは調べさせてもらった。お前はいい。長い間心を閉ざし、自分の世界に引きこもってきた。私の楽園にふさわしい女だ。楽園？私はお前の敵ではない。全てが終わった時迎えに行く。待っているがいい。そこです。いない、逃げられた。一体何が起ころうとしてるの？私怖いよ、お姉ちゃん。やったよ、みやび。よ、りょうびちゃん、こんなの絶対ひどすぎるよ。あんたが悪いんでしょ。火事まで起こしてみんなに迷惑かけて。りょうびさんとりょうなさん、どうしたの？いや、お前がいない間に二人が喧嘩を始めてな。どうしてこんなことするの？あ、違う、どうして何もしてくれないの？お尻叩きもムチもろうそくも罵倒だってしてくれないじゃない。なんでお仕置きしてくれないの？当たり前でしょ。お仕置きしてもあんたは喜ぶだけ。そんなの罰にならないもの。だから普通に怒るだけにしたの。
無視したりすると放置プレイだとか言ってまたあんたは興奮するからね。すごいな、リョウビはリョウナの嫌がるツボを心得ている。いいもん、お仕置きがないんだったらリョウナもっと悪いことしちゃうよ。そしたら優しく叱ってあげるわ。頭を撫でながら諭すようにね。そんなの気持ちよくって全然気持ちよくない。もっと痛くて気持ちいいお仕置きがいいの。それはダメね、反省するまではお仕置きはなし。リョウビちゃんのバカ。なんかすごい世界だな。ああ、この二人が仲間ということに少し恐怖を感じるよ。リョウビとリョウナの二人まで喧嘩か。こんな状態で次の4回戦大丈夫なのかな。行くぞ。仕置きをしてやらないのだ。だからリョウナが膝を曲げてきた。なあ、ミヤビ、何言ってるんだ。ああ、自分でも何を言っているのかわからない。もっと本気、本気を見せて。ごめんなさい。お友達は大丈夫かい。くれてやる。敵が減ってるわよ。病気してくれないなら、リョウナちゃんを知らないもん。どうした？もう終わりか？もうリョウナちゃん、リョウビちゃんなんて知らない。あ、リョウナ、どこへ行くんだ？放っておいていいわよ。どうせそのうちに寂しくて帰ってくるわ。困ったな。イムたちに続いてリョウビたちも喧嘩か。姉妹というものは大変だな。すまない、ミヤビ。僕がしっかりしていないばっかりに。罵倒してほしいよ。痛いお仕置きしてほしい。目、一人で会場を抜け出して。リョウナさんはダメな人です。紫ちゃん、目、仲直りしないとダメです。まさか
リョーマちゃんを罵倒してくれたの？リョウビさんほどうまくはできないけど。紫ちゃん、ありがとう。リョーマちゃんのことを心配してくれたんだね。私とお姉ちゃんがうまくいっていないから、せめてリョーナさんとリョウビさんには仲良くしてもらいたくて。もう無理だよ、リョーナちゃんのこと罵倒しないリョウビちゃんなんて。嫌いだもん、妹じゃないもん。リョーナさん、そんなこと言ったら。それでいい、慣れ合いなど必要ないと言ったはずだ。また、あなたですか。情念がお前たちを強くする、感情がお前たちに力を与えるのだ。でも、私たち本当は仲直りをしたいんです。ならばここで思い切り罵倒すればいい。大声で吐き出せば気持ちも楽になるだろう。気配が消えた。お姉ちゃんの、エッジメガネ！紫ちゃん、急にどうしたの？罵倒すればいいって言っていましたから、ものは試しです。リョーナさんもやってみませんか？うん、罵倒するのは得意じゃないけど。リョービちゃんのバカー、嘆きの貧乳スナイパー。少しはすっきりしました？そうだね、でもまだモヤモヤしてるかも。はい、私もまだモヤモヤしてます。きっと顔を見たらまた嫌なこと言っちゃうな。はあ、至極当然の結果だ。